ったのはエジさん、はい。ちょ、なんすかこのレアキャラ対決、この TRF っていうゲーセンであるまじき対決が行われてるんですが、店長がめちゃめちゃにっこりして、無差別の、あの上級としての意地がありますんで、あの、いや残鉄、残鉄、あの、この二人勝っても負けても残鉄とやるんで、さあ、ここはまずワンコンボ、決めていくのはガリさんのペスナー。さあ、両方お互い神だから、コンボ火力がめちゃ高くなってる。技刹那と技帰れってめちゃめちゃ火力低いはずなのに。A、B、A、A、マイ B。さあ、あれが最大っていうのがまた悲しいところ。ジャンプ B、タティック。どっちも煽っていいと思う。さあ、ジャンプ B からの。つくんなってちょっと、真面目にやってますよ。はじいてランボギー、はい。さあ難しい、してたらランボギー全部出し切る。そして 2B を置いていった、受け身を取ってしまったため、確定。1ラウンド取り返す、アリさんの刹那2が航空が、うわー極みでもこの襟短縮から AA マイ B。 まあいないと思うんですけど、技返りを使う場合ですね、あの気をつけなきゃいけないのは、タッチ B が届かない距離があるんで、マイ B で締めなきゃいけないことがありますと。一刀技クズ流、さあ通常ルートで締め走っていく。勝ったのはクニさんのカエデ。じゃ、三決。これが僕の三決、三決。三決、ガーリさんとユキトさん。いや、極みにすると見せかけて、ガーリさんが極みを出したところに、するわけないじゃんって力立てて選びましたね。さあ、知略。知略なんですけど。さあ、これね、ガーリさん、あ、ちなみに、あの、ガーリさんの力、あの、セクナね、舐めない方がいいんで、あの、いや、本気で。割と、はい、中断。削りで、このダメージ。トチコッパがぶっ刺さる、走っていた。ジャンプ B? ジャンプ B。A からキャンセル、ムメさん。さあ、飛んで。A、B、立ち A。立ち A、立ち A。これはきついんだけど。だけど、どうするの?これは、立ち C? おい!さあ、天馬脚を暴発にガリさんを刺して、1ラウンド目取っていくのはガリさんと刹那。だが相手は残鉄。さあ、これは最大にはいかず、通常こ、ちなみに火力が上がってるんで、技刹那よりは減っております。エシ連打、立ち円で刺して、ここはさあ、コンボは繋がってないけど、裏コッパ刺さっちゃう。あれ、きついですね。コンボ繋がってないと思ったら、あの、裏コッパとかね。連打はできず、ガーキャンしてもよかったけど、何か漏れて、こっち?さあ、ゲージが溜まってたんですけどね。さあ、ガジー、ランボーギーに勝ち。勝ちだったんですが、勝ち角逃す。じゃ、取り返すのは、ユキトさん、残鉄。A が刺さったが、できず、ゲージとした間合い。さあ、残鉄が AC を片手に突っ込んでくる。何とヘリ。連打して。さあ、なんとか脱出したいけど、払った代償がちょっときつい。ジャンプ A。 連打、泣き叫べ。
と、通常通常だっけ。さあ、下段は、来ないが出ない。ゆきささん、あ、ゆきささん、ちょっと。さあ、これは、さあ、それは AA と勝ったのはゆきささんの残念。どう力、力、力やったでしょ。力、力。あ、どうしたの？中心だ。見せてやるぜ。あ、青、十分持ってますね。さすがですね。大丈夫かなと思って、国さんのこと煽ったら、笑われましたんで。一本目、赤鬼、鬼、赤鬼でした。さあちょっと見てる間に回転の体力が4分の1減ってる。さあ置いて置いて置いて、さあ立ちコッパには禁止、反撃を決めてくると言ってる間にセパ様出ちゃう。でダメる、霞切り勝ちから、さあとりあえずまあ南学園の暴発はまだ問題ないと。さあキッチシー移動起き上がりで抜けていく。このゲームですね、移動起き上がりありますんで、移動起き上がりありますんで、残絶に端っこでこかされたりとかしたらですね、前受け身をね、前を押して、さあエリさんが優勝にリーチ。それは危ないからやめて。そのネタは危ないからダメ。さあ、こっ、ゲッチして単発にガーキャン取ってくる、うかつなコッパはさすが、このダメージ量の差である。AC 連打。さあ、コッパが出なかった。今、コッパ出てる。ガッテージ。勝ったのは、3代目、残鉄。おめでとう。